中村雄一の、いよ中村屋三枚目。この世に男として生まれたならば、武勇伝の一つや二つあるもんだ。ああ、歌舞伎役者早乙女春斗を演じる中村雄一のイケてない噂を募集して、その真相を語り尽くす。中村雄一の、あ、そうだ。ああ、そうかどうか。よ中村屋三枚目よ。お、進行一枚目いきまーす。俺はまだ振り切っていないんだ。夜桜大王都さんからいただきました。あ、どうもー。中村さんは最近になってようやく蝶結びができるようになったと聞きました。今まで靴紐はどうしていたんですか？そうなんだよね、もう。あの、可愛いとこあんだ俺も。不器用でさ。可愛いとね。不器用な。そうだね。はい。うん、変な間が出ちゃったけどね。あの、やっぱ不器用なとこあるから、靴とかね、はい、あのエプロンの後ろとかね、うん、エプロンの後ろ必要なくね。お前料理とか作んねえだろ。あるかもしれないだろうがよ。ああ、そうか、ごめんな。そういう時に、まあ、しかも靴だったらね、見えてるから、うん、ともかくさ、エプロンなんて後ろだから ね、 そうですね、より難しいよね、うん、僕は板前式で前かもしれないでしょ。ああ、そうだよね。パッと切ってその前でやる時に肩結びになっちゃう。ああ、なっちゃうもんね、はい、うん、あとは蝶結びもね、でもこれ言うてもね、ちょっとできるようになり始めたんです、うん、でもこのあんまりやっちゃいけない縦結び、あ、縦結びになっちゃう、なっちゃうっていうね、これマジな話かな、本当に。あ、よくないからね、ちゃんとね練習してよ。なんなら教えてあげるからね。 ありがとうございます。中村屋、中村屋、結べるんだけどな。次です。中村屋ネーム、はいはいはい、カジマンさんからです。はい。中村さんは小学生の頃から一年中半袖短パンの記録を今でも更新中らしいですが、本当ですか？あ、そりゃそうだよ。お、抜き出した。パンがね、トランクスになっちゃう。まあ、ある意味ね。うん、そうだ、ある意味ね、まあ、そうなんだね。これ何、本当ですか？まあ、ほら、だいたいさ、なんか冬場でもさ、半袖短パンで歩いてる子っているじゃない、うん、いますね。子供だったらともかくさ、うん、そうだね、割と大人になってそういう格好してる人って珍しいなと思ってさ、そうですね、見ちゃうんだけど。珍しいんだ。あ、うん、あ、だからみんな俺を見てたんだ。あ、そうだよ。あ、そっか、別にお前モテてたわけじゃないんだからな。勘違いしてたかもね。なんかみんな俺のこと見てんだ。どうもみんながね、俺を電車とか、もう、うん、あの、みんな見てるなと思ってた。はぁ、あ。普通じゃない。アフレコ現場でもちょっとなんか、寒々しかったもん。僕と川森さん？うん。なんで、あいつ、なんだろう、すごく、鳥肌立ってるけど寒いんじゃないかなっていう。でも、なんて言うんだろうな。まあ、うちの事務所の先輩から言われたのは、うん、もう寒くても我慢するのがおしゃれって言われた。あ、あとあれだよね。アフレコ現場でさ、洋服着ててさ、服ノイズとか立たないもんね。うん、立たないね。半袖短パン。肌ノイズしてるけど。そうだよね。すって。さすがだな。擦れてる音してるから。そこまで考えてやっぱアフレコに臨んでるわけだよ。やってるね。プロですね。中村屋！中村屋！着地点これでいいのかな？ありだよ。はい。来週はどんな秘話が飛び出すか、どうぞお楽しみに。以上、中村一の要中村屋3枚目、本日はお開き。